あなた。あ、これはこっちを緩めると逆なんだな、俺なんか。まだ。向きが反対かもしれない。向きが逆じゃこれ、バーが。ジャケ。嘘を組んでおりました。間違えてましたね、うん、私嘘をついておりました。いや、なんかおかしいの。だってこの上に穴が来るけ。前回もこの間違いやりませんでしたっけ。あれはね、このこれが逆だったり。ああ。あれ、うちうち逆やね、こう。うん、いや、こっちが前だから。あ、こうか。うん、ここで。ああ、じゃあ普通につけて大丈夫。ネジは2つ上にと1個下に落ちたのとレバーが。いや、2つあれば予備か。うん、これ結構すげえ。またまた違います。それではめて A1 で。この袋に合わせる。ここん、この端っこ。うん、端っこにあった。両方引き合いね。ちょっとですね。これでこっち、そっちを決めたらこっち締めれる。あ、そっか。運転するときはこの真ん中外しゃいいのか。いや、ってことでもないですか。このまま運転できるやろ。これ下げりゃ。ねえ、これあったら前の方までいっちゃうから。うん、これのけれ。俺だと一緒よ、これは。ああ。うん、延長マット。なるほど、そういうことか。まあ、この後ろは引きっぱなし、その下へ置いちゃけ。この下に入るのがいいかな。うん、そう、これもそこ入れちゃう、うん、あ、新品の匂い。あ、でもこれだったらほんま積みっぱで大丈夫ですね、運転できるし。この状態はほんと積みっぱで OK だね。うん、助手席もあれで使えるし。別に荷物とか積むのこの上でもいいですもんね、うん、これに傷がつくけ、なんか引いたら。あ、あとはどこにカーテンつけるかな。このリアルレイ。ちなみにこの状態で前横何センチぐらいあるんですか。100。横は122。122。122や。122。この状態だったら前が170何枚なかった。170。あ、166。166。ああ。だけ延長が何だろう。30センチぐらいか、20ないか、15センチぐらいか。延長は19。で、185、185。まあ、それに合うようなマットを買っとけば、これも傷ついたりしないってことですよね。どめ、乗せるじゃん、上に。一応、撥水とかはあるんですか。撥水をしてある。あ、撥水地から、あの、濡れた雑巾に拭いたらもう。あー、なるほど、なるほど。始まる系しかないんだ。取らないだろうよ、この人は。じゃあ、もう一つ前に。おっさん、また車を買う。まあ、おっさん、車を買うってのは、横を通してるって大丈夫。そうなの。入ってます、入ってます。これ見てないよ。これ、テイクオフって入ったとこ大丈夫です。いや、入れてよ。あ、じゃあ、宣伝になる。言ってもらったら、ベッドキットは入れられるけ。あ、取り寄せできると。なるほど、お買い得価格で。お買い得じゃないの、これぐらいなら。あ、すごいよ、大型梱包じゃけ。そうだ、すごいですよ。
あ、そうなんですか。それぐらいは負けてあげられる。あと、まあ、ここに来れば楽しい会話もついて。いや、俺、あれだけど、初対面として言わせられる。出た、出た。出た、出た。この嘘つきが。この嘘つきが。初めて会った時からワイランクするくせに。あの子が、おろうかにワイランクする。ガクガクプルプル震えて言わせられる。これ、普通に座った感じも、あ、ちょっと座った感じも撮らせてもらっていいですか。運転できそうっす。うん、これも全然。あ、ほんまだ。全然大丈夫ですね。楽勝。ありがとうございます。楽しんでよ、変わらないぞ。せっかくのベッドキット組んだんだから。これは楽しめるでしょ。ね。柴さん、まだステッカーある。あー、持ってくればよかった。ありがとうございます。バウス。よく考えたら、あ、これステッカー、あ、はませんかなと思った。二度と使えない。くれたら、どんな話ですか。あ、いいですか、ありがとうございます。これじゃあ、あれですか、今日撮ったやつって、あの、最初の方にテイクオフ、何々町、何丁目とか出しましょうか。別に出してね。ああ、じゃあ。別に、あの、初めて来るものは誰も。いやー、来るかもしれないです。まあ、いいけど、ね。いや、佐藤さんが出ちゃったら、佐藤さん、ここで働きやる。レッドキット、まあ、ここも、もろもろできるけど。あの、バックカメラの取り付けから、何から。ドラレコから全部。なるほど、なるほど。みんなつけてもらったからね、今回。今回、みんなつけた。あ、そうなんですか。さドラレコだもん。EC、ドラレコ、ナビ、バックモニター。でも、ドラレコも前後だし。あー、え、前後前後。あ、島さんってのと一緒よ、前後。あ、うちも前後ですか。いやそれはありがたい。で、あと Wi-Fi か。ああ、うちは Wi-Fi のやつつけてもらってます。車でね、遠出するの嫌がるようになって最近、まあ、あのゲームとかできないじゃないですか。だから、はい、現代っ子よね。いやー、ほんまそうです。とりあえずその服、この前じゃないやつ、ワークマン。ワークマンです。ああ、安く、あったかい。M 買おうと思ったら間違って 3L 買ったっていう。でも、そのぐらいの方がええじゃん。ねえ、いや、まあ、中に切れる、中に切れる系、うん、小さいの買うとあーってなるけど、切れないですもんね、下に。ワークマンは割とね、小さめなんだよ。そう、だけ L の人は L 買うとちっちゃいよね。あの、キッツキツなやつとかじゃなくて。俺、次ワークマンでズボン欲しいんですよね。あったかいやつ。これ、あったかいワークマン。ねえ、なんか内側についてるやつでしょ。そうそう、ワークマン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 、これだからこれもワークマン。いや、でも車中泊行きたいっすね。せっかく、ね、3人とも。まあ、前からできたとしても、まあ、いや、バノスがね、全然そういう風にしてなかったからね、うん、ああ、今度はベッドキットあるけ。ただ、あの、あれか、タープ、車と車、タープありゃ問題ないか。キャプテンスタックのやつか。俺はキャプテンスタックのやつ2つ持ってるけど。俺も2つ持ってますよ。あれで2台こう、挟んで、引っ掛けて、その間で、いやいや、別にそうだ。2台こうやっときゃ、1台はね、角よけでどっちか北か南でもじゃないけど、そういう風にすりゃ囲ったらもう真ん中宴会場だし、ちょうどいいスペースじゃないの、真ん中3人くらいとあるそうですね。3メーターでちょうどいいぐらいの、うん、今年取れなかったんですよね、笠戸島。あ、ダメだった、ダメだった。そう、だからキャンセル待ちできますかって聞いたら、キャンセル待ちもできないから、あの、その都度かけて確認してくれって言われました。そうなんだ、はい、キャンセル待ちもいっぱいいるらしいんですよ。ああ、だから早文化チックとか。そうそうそう、あの、ちょうどバッてかけたときにキャンセル待ちがいれば、まあまあ、耐えれるっていう。正月明け、ね、まだ日にちあるの。ふもとっぱらか。出た。行って出した。しかも、あれも予約で。めっちゃ人いますよ。年明けはおらんだろう。あ、まあ、最近多いんかも。予約も無理っていう、うん、で。入るのにすごい渋滞してるじゃない。あ、場内に受付ですよ、ね、行くまでが。あそこがええやつや、秋吉台の長寿の森じゃないんだよね。あ、長寿原、あの駐車場がある。あ、はい、長寿原どちらにあるとか。 あそこが絶好の大手城っぽいって感じ。 あと光なのコバルトライン、コバルトライン、あそこ車中泊しようと思ったら余裕でできるでしょ。うん、できる。トイレもあります。あそこ結構シャツしよる。あ、マジですか。変態マニアとか。え、変態じゃないです。変態マニア。夜で変態で変態マニア。夜。夜変態が。夜になったら。
満月の夜満月の夜にさすがに天体観測しに来たらあでも秋吉台か、秋吉台いいな。ハイキングとかね、歩くのもあそこ長尺原だからなんか、ね、車止めて歩けるからね。市街駅までね、福おふいや、奥はちょっと遠い、ちょっと春の遠い。まさかの冒険第2弾です。奥じゃないよあの冒険動画はあのうちのおかんはなぜか大絶賛しましたけどね。も俺もあええー、なと思ったうわ、あの喋りがないのもええし、あの曲がちょうどマッチして、あれ残念ながらあの撮ったやつ全部スローでしたからね。要はあそこまで戻したり四国とか行ったらああいうとこ結構ありそうなんですよね。秘境みたいな、秘境みたいな、うん、カズラ橋とかも絶対いいじゃないですか。四国の端っこ何岬、室戸岬、室戸岬、うんうんうん、あそこもジオパークになってるから、ねええ、俺あそこ2回か3回ぐらいしか行ったことないけど、あそこ行ってもええかもね。チャーチワークでシャレ進んで行ってもいい、はいはいはい、休みが遠いよ、遠いね、確かに遠かった。そこまで行くんだったら、あの、うん、それこそ荷物最小限にして車1台で行った方がなんか、あそれだったらうちの車で行こうよ、キャンピングカー。ああの運転する人間後ろ2人で宴会しようとね冷蔵庫からビール出そうとあまり揺れましたうーちょっと食べてくれなんなん俺だけ飲めんのにわざと揺らせて、大騒ぎわざと揺らしてくれて。でも来年ぐらいはちょっとなんか、なんか行ってみたい、行ってみたいですね。ちょっとコロナがなかったらね、うん、今年もなんかちょっと怪しかったですよね、コロナで行かれなかったから。まあ、しばらく阿蘇もいいよ、阿蘇行ってみたいね。阿蘇の辺も綺麗で、まあ、最初九州からかな、福岡とか大分とか、大分県、うん、島根とか、そう近場でもなんか行った気になれるかもしれない、ね、島根行こうか、出雲とかね。ああ出雲だったら若湯の里があるね。うん、あそこは割といいところですね。一回見に行ったことは縁結び神有月に行かないけんね。ああそうですね、神有じゃないか、神有月の時に十日じゃないですか、神も見たちょっと先だな、ね、だいぶちょっとじゃねえじゃん、だいぶもう1年でもあっちもね、1年ってまだ言ったらあっちも今年もあっちもだけ、あと残り何日よ。出雲行く時はその辺がいいかもね、10月に奈良さんのために。そうですね、だからいらん、あおいろいろと予定になってました、うん、いやだから最低でも県外、広島、島根にしても、ね、隣の県、福岡とか大分とか、この間行ったあそこもフォレスタも結構いいかと思って、いやあそこ良さそうだったんですよ、これ、うん、あれいいなと思って、まあ、ね、あでも本当県外、福岡のキャンプ場って何、いや俺わかんないですけど、でも関門海峡渡ったらなんかそれっぽいかなと、いや旅っぽいかなと思って、北九州のところにやっぱりあのカルストがあるんだけど、キャンプ場ある、あそこなんかねキャンプ場があったような気がする、うん、それとか北九州の辺にもなんかでかいアウトドアショップみたいなのありますよね。ある、でもどうせだったら北九州っていうよりワイルドワンに行きたい。あそこまあ確かに、うん、行ったらあれよ、行ったらキャッシュカード握りしめていくみたいなあそこのワイルドワン行ったらなんかヤバそうだな、だってそれはサーカス TC もありゃペポ回りで、そうですね、なんか多分福岡とか行ったらそういう楽しみなんですよね、買い物したりとか、ね、うん、買い物ができるね、車をちょっとキャンプ場置いとって、ね、電車で移動して、佐賀、鳥栖の辺とかも一回行ったことあるけど、佐賀もあるけどね、あそこも山の上が温泉で、下がキャンプ場って、うん、まあなんなら200キロぐらいあるからね、なんならキャンプしなくて旅館に泊まってもいいですけど、まあ、食い倒れツアーみたいな感じで、確かに酔っ払って、許可もらえば撮影できるしね。ねえ食い倒れツアーええな、この間行ったフォレスタのところのなんか近くにあの居酒屋さんがあるんだけど、はい、いいねしてくれる、はい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 、あれ行ってみたい、なんか美味しそう、フォレスタの近く、うん、あ、あのキャンプ場の近く、そうそうそう、キャンプ場の近く行ってみようや、そういうところ面白い、いやフォレスタ行くんだったら行ってみてもいいよね。だけじゃんけんしてあの負けた人間がフォレスタから結構距離があるけ、下 の道の駅からか止めとって、あ、まあまあそれだったら道の駅で、道の駅でみんなあの寝るみたいな、まあ、ちょっと考えましょうか、うんうん、なんか県外に遠征してみたいよね、うん、県外に行きたいです、まあ、遠征の仕方としてもまあそのまでなんかやりたいですね、なんか、うん、ちょっとね、うん、集まれます。